今日はどんな服を見た？ボーイッシュな感じの服でした。秋を読む服でした。秋といえば柿。柿と落ち葉。ちっちゃい頃落ち葉食べたことがあって食べる学校の登下校の時に落ち葉食べてみたらめっちゃ苦くてめちゃめちゃ苦い。食べない方がいいよ。あ、落ち葉美味しい。あ、美味しい。まだ広くない。おはようございます。おはようございます。ひなたちゃんにも聞いたんだけど秋服かな。多分モコモコしてる。秋といえば食べ物なんですね。ハロウィン。あ、ハロウィン。仮装します？あんまりしない今日も撮影楽しんでください。はい。濃くしてもらいます。どんな色入れてもらうんですか？ここら辺のピンクとか入れてもらいます。次どんなお洋服ですか？こんなお洋服です。もこもこしてる。下ももこもこしてる。秋冬っぽいおしゃれ。撮影楽しみにしてます。はい。すごい。じゃあ衣装も楽しみにしてます。はい。
べてます。美味しいですか？美味しいです。メイク撮ってもらいました。ちょっとだけ、ほとんどすっぴん。かわいい子。これ何？お水です。トイストーリー4の新しいキャラクターのペットボトルです。しかも裸足だから弾けちゃう。妖精みたいな。近い近い近い。かわいい。ルカの雑誌が発売されているのでぜひチェックしてみてください。どうだった？もうめっちゃ楽しかった。わーって落ち葉とかね、これこうやってやってね、服とかもすごい可愛かったです。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。